キナーから動画投稿中。いつもアート。はい、どうも。いつもアートのいつもです。今回はですね、金網の描き方を、自分なりの描き方を、ちょっと、紹介したいと思います。トゥントゥンテン、トゥントゥンテン、トゥントゥルテンテン。はい、ではまずはですね、簡単に、ちょっと線を引きます、はい、斜め線ですね、はい、こうなって、はい、3本くらい、あと1本やりましょうか。はい、ですね。で次に今度は、ちょっと、縦線にしまして、で線をまた横線を引きましょうね。でできるだけこの四角がですね、正方形になるように、一応なってはいないんですけど、できるだけ正方形に近い感じで描きます。2つ交わる線がありますよね。こっちとこっちとこっちとこっちね、4箇所。ここをですね、ちょっとアップして描くと、このように描いてください。できれば気持ちいい。このように、はい、ちょっとね、重なってるような感じで、はい、できれば、はい、でこれをですね、この部分全部やるんですね。ちょっとこれは難儀ではあるんですけど、はい、でもね、あの実際の金網を描くのと比べるとだいぶ楽な描き方なので、はい、もうこれでもうほとんどできたようなもんですね。であとはですね、ただ線を結ぶだけです。はい、こうやってはい、どうでしょうか。ただこれだけのことです。はい、でですね、でこれを頑張って描いたのがこういったものですね。はい、ペンで。で人物のところには、できるだけ金網は重ねないで、手の掴んでるところだけは描いてますね。はい、こんな感じでやってみたらどうでしょうかね。はい、はい、とっても簡単な説明でしたが、どうでしたでしょうか。もしよろしかったらコメントなどいただけたら嬉しいです。また最近毎晩生ライブなどもやってますので、もし見かけたら、気軽に参加していただけると助かります。そしてまたチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではいつもアートのいつもでした。